皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の暗号室さん投資教室を始めていきたいと思います草コ新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに書いてある第1条から第7条を大きな画面で一期一句 すべてお読みくださいすべてね一語一句承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますどこか一箇所でもね承諾できないと言えるところがありましたらこの動画を見ることはできませんそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいね <laughs> 令和元年5月6日月曜日暗号資産 サーコイン中野研究会いよいよね今日でね長かった10連休も終わってしまいますね皆さんはいかがお過ごしでしょうか、まあ、明日からね会社がある方嫌ですねで学校小学校中学校高校大学ある人も嫌ですね、まあ、特に中学とかね高校とか自殺しちゃいたい人いっぱいいるから今日は親御さんはね気をつけないといけないね 相談乗ってあげないといけないし子どもの、まあ、言葉にはできない声に耳を傾けないといけないね、まあ、大人は大人で会社組になってお金がなくてね、まあ、きつい毎日を過ごしてると思いますが、まあ、あの人生腐ってねあの他人の悪口ばっかり言うようになったら終わりですね。はい、口に出して えー、なんかどっかに書き込んだりしたらね、まあ、それは現実になりますからねそれはそのままあなたの人生に降りかかってきますからね、はい、あの他人に降りかかるんじゃなくて自分自身の人生がそのようになるということですね、まあ、それがこの3次元世界のですね物理法則のニュートンの第2法則かなうん <laughs> そのものですね あそれそれ自体もわからない人はね、結構いるからね、うん、まあ、その人のね、考えがいかに小さいかを理解してあげないといけないですよね。はい、でね、今日はね、まあ、僕はね、もう10連休とかそんなもんじゃないからね、もう 10, 10年間、10年以上か、もう19年ぐらいずっと休んでるからね。もう あのまあ引退生活かなだから FX でさ、まあ、仮想通貨もそうなんだ仮想通貨と FX でまあ一旦億万長者になっちゃえばね仕事なんかしなくていいから仕事なんてって言っちゃ悪いけどだから他人の会社に入ってねだからそれ誰かのどっかの社長がいるわけでしょうその人の夢,夢をさ実現するために 時間を切り売りしてるわけじゃないですか。まあ、そういう仕事のやり方は良くないんじゃないやっぱり自分でなんかやらないとね、それはお金になるならない関係ない仕事っていうのはね、お金になるならない関係ない自分の <laughs> 生まれてきた目的をね、実現するために仕事をするわけだからね。でじゃあお金どうすんのって言ったら仮想通貨とか FX で稼げばいい,いいと僕は思ってますけどね。 まあ本日のお題ですが、今日のドル円仮想通貨マーケット分析を行いたいと思います。えー、副題としては、ビットコイン ETF の承認が間もなく発表されるので、まずはアメリカ人を儲けさせるよう情報規制がまあされている模様ですね。では、行ってみましょう。まずはドル円ですね。XM の MT4 ですね。MT4、これ冷やし、まあ、月足からいこうか。 月足のペナントフラッグ、5年に1度のペナントフラッグがもうだいぶ先端まで来てますね。はい。あの、私、長野研究会の予想通りね、これね、上に、5年に1度のですね、ペナントフラッグの上の線のトレンドラインについたからね、ひげでね。だから下がってるだけなんですよ。うん。まあ、これ、なんでこうテクニカル的にこうなるかっていうと、世 <laughs> の中の政治経済っていうのは、ドル円のチャートによってですね、 奴隷のチャートによってあの政,治政治経済って決まってるんだよね。戦争するかどうかもね。それがあの、いわゆる秘密結社フリーメイソンのイルミナティの戦略なんだよね。だから昨日の夜、はこれ下行かなきゃいけないからトランプ大統領がツイッターで発言したってことだよね。米中、えー、貿易は25%の関税かけるよと。10%から25ね。だからドルが落ちるわけだよね。 うん、いや努力、これ落ちなくちゃいけないから、トランプ大統領がツイッターで発言したんですよ。皆さんね、ツイッターで発、ね、トランプ大統領がツイッターで発言したから、ドル円が下がったって思ってるかもしれないけど、それ逆なんだよね。それが、あの <laughs> え、秘密結社を理解する上ですごい重要で、まあ、ほとんどの人はそんなこと理解してないし、そんなことあるわけないと思ってる。うん、にわか、にわか <laughs>、 <laughs> にわか <laughs>、えー、<coughs> の人ね、にわか詐欺師みたいな感じでね、えー、にわか秘密結社詐欺師みたいな人いっぱいいるけどさ、YouTube でも <laughs> ブログ書いてる人とかいっぱいいるけどさああの、チャンミンとかいるけどさ <laughs> あ、まあ、全然分かってないね、やっぱり。まあ、僕なんていうのは、やっぱり大学にいたし、えーっとまあ、国の研究所にいたし、国のね、 えー、経済産業省の霞が関のコンサルタントもやってたからね、よくわかるんだけれども、まあ、あのフリーメイソンとかイルミナティとかカあのスカルズ・ボーンとかね、バラジージとかね、まあ、そういう秘密結社のこと全く知らないよね、皆さんね。だから、全く分かってないと思うけど、トランプ大統領がなぜ Twitter で発言してるかというと、このね、5年に1度のペラントフラッグを完成させるためにやるんだよね。 でどあのこういう為替で、為替、<laughs> FX って何であるかって言ったら、これはイルミナンティが全世界のですね、秘密結社の会員に対して、次こうだからね、だから戦争を起こすからね、と。このチャートを見ればすぐね、次、何月何日に何が起こるかってすぐわかるよね。はい。 それでね、これ、ここまで下がるよね。でも、だいぶ下がったね。<laughs> だいぶ下がったね、今回ね。一発でね。えー、っと、そうですね。で、ここまで下がるね。はい。ここまで下がって上がるか、それとも、このままブレイクしちゃったらガチホで、<laughs> 5000万から1億だね、これね。もうちょっと下か。この辺か。 109円672まで下がるか。109円まで行っちゃうか。行くか。行くな。で、ここで反発して上行けばいいんですけど、まあ、とにかく振幅が非常に狭いので、えー、ブレイクするまでちょっとなかなか大きなお金は取れないかもしれないね。もうちょっと上か。この辺か。ちょっとわかんないですけどね。うん。この、 MT4 のソフトがちょっとバグってるからね。ちょっとよく、ちょっとこれ壊れてんだよね、MT4 ね。精度悪すぎるよね、これ。MT4 じゃ勝てないっすよ、FX は。うん、まあ僕は他のやつも見て,他のやつも見てるけどね。じゃあとそれはちょっと内緒だから言えないですけど。MT4 じゃ勝って戦略練れないもんね、これね、全然。はい、それで、まあ窓、窓、ま、あ、埋めに来るでしょうね、これ。 し閉まらない窓はないと言われてるからね、ここもまだ開いたんですよね、ISM でね、先週の金曜日ね。ここも埋めに来るとしたら、ここの111円354まで一旦戻るかもしれないね。うん、戻ってからまた下がるんでしょうね。まあ、だいぶ上がりましたよね、日本時間なのにね時間。日本時間なのにだいぶ、だいぶ戻りました。53ピプスも戻りましたもんね。 うーん、一旦窓開けて下がって、朝、なんだと思ったら、もう49、まあ50ピプス下がって、そしていったん、こんなに下がったのか、もっと下がったのか、一時55ピプス下がって、そして上がったと、32ピプス上がって、それでまた下がって、 これ波乗りしないとダメだこれ難しいねガチをしててまあ下がった上がったけど下がってでまあ上がってきちゃったもんねここまでねでここがそうだな56ピープスまで上がっちゃってるもんねここのねここがグーンでまあゴールデンクロスしたから上がっちゃったんだよねあここっからどうなのかっつったらうーん 上がるんでしょまだ、ね、窓は埋めに来ると思いますけどね。ここまでは。まあ、こ,ここの窓をどうするかだね。ISM の窓で、ね。まあ、このままにしとくかな。とりあえずここまでは上がっちゃうだろうね。あとどのくらい上がるんだろう。うん、32ピプスくらい上がりますね。今からね。まあ、それはちょっとわかんないですけどね。まあ、閉まらない窓はないって言われてますからね。はい、こんな感じですね。 ただ、ペナントフラッグとしては、だいぶ下まで来ましたね。うん。で、こう折り返して、こう行くかどうかですね。ストーンとそのまま下がると、5年に一度のガチ法が成立するので、もし FX でね、本当にすごいわ、これ。本当すごいですよ。もし FX で、細かい設定とか、細かいやり、取引はできないけど、一旦エントリーしたらずーっと、 何千万、まあ、1億2億欲しいという人は、まあ、早く XM 講座解説して、まあ、パソコン買ってねウイルス対策ソフト導入インストールして XM 講座解説してお金入金してポジション取った方がいいですね IF を上と下仕掛けておけばガチフォで、まあ、上行く場合もあるからねこれね、うん、どっち行くかわかんないから。 まあ今仕掛けておけば、あとはガチ筆でいいですよね。上の方がいいんだけどね。はい。スワップポイントで、ま、毎日金利もらえるからね、ま。毎朝ね。はい。下だとね、スワップポイント、マイナス、金利マイナスになっちゃうんですよね。前、毎朝マイナス。マイナス毎朝取られちゃうんだけど、まあ、それでもまあ、例えば1億のうちの1000万くらいかな、取られるのは。9000万残るからね。 いいと思います本当に楽しみですね、これね。まあ、これ逃したらもう、あなたは FX のセンスがないって言われてもおかしくないね。はい、次にですね、ビットコインだね。ビットコインですが、やっぱいい感じだよね、落ちないもんね。62万6000円ですね、今ね。はい。で、60。 64万、65万円いこうとすると、叩きを吸われるんだけど、今はさ、あの、アメリカ全米でね、テレビ CM 流れてるんですよ。うん、金を、金を、まあ、投資する、まあ、株とかね、為替とか、金とかを買うんだったら、ビットコイン買った方がいいっていう CM 流れてですね。 アメリカ人って結構単純なところあるからビットコインなんてあるんだと仮想通貨なんか知らない人なんかの方が山ほどいるからね日本でもそうでしょうほとんどの人知らないから仮想通貨なんてうんコインチェックの事件ももう1年以上前だからねだからやっぱ65万円のちょっと手前でき落とされるけど1回2回3回だよね次行くだろうね65万超えちゃうでしょうねはいそれで <laughs> アメリカのセックとシカゴだったかな <coughs>、今月の5月27日と、17日と27日かに、ビットコイン ETF の承認発表日がね、来るんですよね。まあ、延期されるかもしれないけれども、またね、いつものように、1年以上延期してるから、延期して,延期してるけど、た、まあ、多分今回は承認通る可能性が非常に高いということで、 まあだからこう上がってるんだよね。何もなくて上がってるわけじゃないから。で、あの、テレビ CM もね、やっぱりねな、何もなくてね、テレビ CM ってやらないんですよ。あの、投資,投資会社って、証券会社とかね。えー、なぜかというとね、何もないで、ね、テレビ CM やるとね、なんだよって、ね、ビットコイン投資したのに上がんねえじゃねえかって、騙されたっつってね、金返せえっつって、えー、っと、裁判がむちゃくちゃ起きるんですよね。 だから少しでもいいから、やっぱり上げ続けるタイミングでテレビ CM って流すんですよ。日本でもそうなんだよね。あの、FX 会社がね、FX の CM 流すときっていうのは、<laughs> あの、こういうときなんですよね。こういう、えっとね、テレビ CM がな、こういう下のときですね。こういうときに流すんですよね。で、これ絶対上がるだろうって、こうペラントフラッグでね。 上行くって分かっててかるちょっと上行ったらね、テレビ CM 流すんです。FX 会社。外為オンラインとかね。そうすると、ガチョしてればいいから。ドル円、ガチョしてれば、あの、毎朝、金利がつくんですよ。結構大きい金利ですよ、これ、うん。ドル円っていうのはね。それでガチョしてれば儲かるから、あの、何にもしなければ儲かるんですね。あとは、こういうとこね、こういうところ。75円台。 70年代入った時にテレビ CM やります。で、そうするとガチ保してれば、これ1億とか2億とかいくからね。うん。で、お客さんに裁判させられ,されないためには、やっぱり少しでも儲けさせないといけないわけね。ほんで、お客さんがやっぱり買ったり売ったり途中でやっちゃうともうへへ減っちゃうわけね。それで、それは言い訳としてね、いや、お客さんガチ保しろって言ったでしょと。なんで途中で売ったり買ったりしたのと。だから負けちゃったんだよって言い訳になるじゃないですか。はい。 で OK、ああそうだったなって、お客さんの方でねああ、私が悪かったって。で、ここでさ、ガチをしてもまたガーンって下がったらまずいから。だからね、FX 会社とかね、株式、あの、証券会社っていうのはね、分かってるんですよね。これも5年に一度のペラントフラグって分かってるので、もう少ししたらね、日本の FX 会社もね、テレビチームガンガンやりますよ、これ。うん、ただ、下に落ちるとね、金利が発生するんですよね、マイナス金利がね。まあでも、 儲かるからね。考えやると思います。うん。でもそうなってた時にはもう遅いですよ。ザーッと下行っちゃうから。逆に、うわーッと上行っちゃうから。今、テレビ CM がね、やってない時期にやんなくちゃいけないですね。で、これもうですね、なぜアメリカが、アメリカの全米ですよ。全米でテレビ CM、ビットコイン買えっていうね、まあ、いわゆるさ、トランプのホワイトハウスが、 えー、CM 流してるようなもんですよ。で、アメリカの資金をね、えー、アメリカの国民をね、みんな儲けさせると、そしてトランプ大統領、また次期大統領になると、2期連続ね、うん、それで CM やってるようなもんですね。で、まあ、日本とか諸外国には、えー、情報を漏れないようにしてるというような、えー、ことが言われてます。 はいで日本は二の次ですね、こと今月のビットコイン、ETF の申請が許可されてね、いやそしたら爆上げですよもうあの、金持ちの中国人は中国本土はいないから、共産党の、えー、上層部の、ね、家族っていうのはカナダとかオーストラリアとか、世界中に住んでますから、だからそういう人たちがビットコインを爆,爆買いしますから、そしたらやっぱり600万はいくでしょうね。 うん、ETF 承認されたらどんだけ金入るか分かんないですよ。ヘッジファンドがようやく参入できるからね、ETF 承認でね。はあ、今は ETF 承認されてないから。だからこんなの、えー、よく分かんない、変なね、仮想通貨取引所って所、金融機関には承認されてない取引所ですから、ヘッジファンドが、ね、投資できないんですよ、ビットコインにね。今、個人投資家しかしてないですよね。で、ヘッジファンドが入ってきたら、メジャーねえから、これ。 だってこ、ここでもさ、世界の個人投資家が金出してね、240万いったけど、まあ、2400万いくよね。10倍以上は持ってるもんね。アメリカのヘッジファンド1社だけでも、こ,こんなの <coughs>、一発でボーンって抜くからね。だから、ちょっと怖いよね。今買っておかないとね、本当に。押しめ、今、押しめって押しめだからね、ちょっとね。うん、これ下がったってどうせ上がるからね。 どうせ上がるからビットコイン。うん、それでさ、100万とかね、200万円でビットコイン買った人なんかも、全然、ああ、の頃買って安かったなっていうぐらい、2000万とか3000万とか、5000万とか、下手すら1億いくんでしょビットコインって。そういう、マカフィーのね、セキュリティソフトのマカフィーの社長がずっと言ってるもんね、1億いくってね。だから、僕は本当に行くと思ってるね、今回ね。 今、ここ、押し目つけてるから、明日ね、銀行始まるから、明日爆上げすると思いますよ。日本人も買うもん、絶対。こんな上げてたら。この10日間買えなかったからさ、クレジットカードもでも買えないから、明日爆上げするから、もしね、ビットフライヤーとかコインチェックとかね、ビットバンクとか <laughs> あの財布なんかに、日本円の現金が残ってたら、ビットコイン買った方がいいですよ。で、基本的にアメリカの全米でのね、 テレビ CM は今んとこビットコインを買えっていうことしか言ってないんですよね、うん、だからまずはビットコインでそのうちアメリカ人が気づいておいおい仮想通貨ってビットコイン以外にもあるじゃねえかっでイーサリアムとかリップルとかね買い出すと思うんですよねほんで <coughs>、まあ、次にリップルが上がりそうなんだけどなぜかというとこうニュースが載ってましてね世界的人気商品 アップルウォッチで仮想通貨、ビットコインの受け取りが可能というのと、あとリップルの広告が Google ググに再び掲載と。ね。<laughs> あのリップルの広告が Google ググに再び掲載されるらしいですよ。仮想通貨、リップル利用の自社製品拡大へと。あとやっぱりここ大きいよね。アップルウォッチで 本当これ、アップルウォッチでビットコインの受け取りが可能だったよ。だからここのアップルウォッチにビットコインのウォレットが入ってるわけですよね。やっぱり便利にな,なりましたね。だ日本はあれですよね。D カレンシー、D カレントがあの、ビットコインをスイカに入金して使える、日本で、日本全国で使えるようにするから、もうビットコインは法定通貨と同じになっちゃったんだよね。これはもう、 金融庁とか財務省の意向なんだよね。で、これはもうあれですよ。来年の東京オリンピックをにらんでですね、えー、<laughs> わざわざ、ね、日本円に換金して持ってこなくてもいいですよと、ねあの。各自国でですね、えー、自分、自国の通貨をビットコインとか仮想通貨にして持ってきてくださいと。そして、えー、それを、ね、日本に来れば、 えー、スイカでね、えース,イカでまあ、スマホでね決済でき,できますからとから現金いりませんよっていうせあの世の中を作るってことが、まあ、金融庁とか財務省のね、まあ、日本政府の方針なんで、まあ、キャッシュレス化ですよね、日本のねだからあのー、ちょっとね去年は本当にビットコインとか仮想通貨が、えー、大量に漏えいしてしまってねまあい これから伸びるぞっていう時にですねコインチェックの眠る大量流出事件とかあのそれが終わってよしこれから行くぞっていう時に、えー、財布のね漏洩事件が起きてしまったわけなんだけどももうね <laughs> あの一巡したんでセキュリティ対策が一巡したんでねもう漏れないというところを金融庁がしっかりとねあの承認してますからだからね えー、今年はですね、ようやくですね、あの、ビットコイン、もう下がらないですね。そういう漏洩事件がないからね。下がらないんでずっと上がっちゃうですね。で、やっぱり今年の2017年のと同じような感じになるんじゃないですか。うん。この傾き一緒だもんね。だから、今はまだ4月、5月でしょ。うん、だもうここら辺まで来ちゃってるし。 そうかこの辺まで来てんのか。だから、2017年4月ってこういうとこだったんだよね。それで秋、夏、秋ぐらいからボコボコ上がってきて、それで一気にドーンって来たわけですよ。ちょっとお待ちください。はい。はい、すみませんでした。ちょっと来客がありました。でね、ビットコインをね、うん、やっぱ行くでしょうね。今回逃したら。 うわこれすごいよね。ムーンだよね、ビットコインね。今回のチャンス逃したら、また1年後、2年後になっちゃうかもしれないね。うん、まああなたはもう投資家としては向いてないんでしょうね。チャンスっていうのは一緒にね、3回ぐらいしかないんですよ。ビッグチャンスっていうのはね。はい。それを、えー、目の前でね、えー、ミスミス、見スごすと。ミス、見逃すと。そういうの、皆さんの人生で終わったんじゃないですか。 就職がねいい話来てもどうしようどうしようっつってるうちにね行っちゃうとあとはいい話が来てもねあの自分が望むね希望の <laughs> 話があってもねいざという時に今準備ができてないと言っちゃうんですよねでそれでまたね、えー、努力してねその望んだ希望の人生がね来るのにまた10年ぐらいかかりますからね で一生で3回ぐらいしかないですよ。20代と40代と50代ぐらいかな。で、まあ10年に一度ぐらい、15年ぐらいに一度ぐらい来てね。<laughs> で、あとはもう一生ないという,うなりますから、もしね、今回、まあ 50, 50代、60代、70代の人でね、80代の人で、億万長者になりたいという方がいらっしゃいましたらね、まあ、すかさず私まで何も言わずに電話をかけていただければね、 個人コンサルティングを行ってですね、何をどうすればいいのか、まあ、一緒に相談に乗りたいなと思っております。で、リップルについてなんですけども、ちょっと弱いね。<laughs> 弱いね。ただ、ただまあニュースが出たからね、リップルニュース、Google がまた再びね、公、え、語、ー、掲載するので、 はい、今、アメリカ人ビットコインしか買ってないですけど、まあ、それから、お、ちょっと待てよと。ビットコイン以外にも、サリアムとかね、えー、プルリとか、えー、モナコインとかあるじゃねえかと、ノアコインとかね。で、あの、フィリピンの方ではもうノアコインの CM がガンガンやられてるみたいなので、ノアコインが上がってくるのももう時間の問題ですね。 もちろん、まあ、ビットキャとかね、ビットコインキャッシュとかも、もう当然上がってますから、まあ、あなたが億万長者になる、本当になりたいのかどうかですよね。おっからびっくりやってね、騙されちゃ嫌だなと。もちろん、そんな、あれですよあの、投資っていうのは、あの、余剰資金じゃなくちゃいけないですからね。余剰資金っていうのは小遣いの中の、さらにその10分の1だから、だいたい1月5000円もないでしょう。 はい、それ株とか買わせと、と株 FX、仮想通貨、先物、なんでもそうですよ。はい、小遣いの,の、毎月の小遣いの10分の1ですよ。5000円しかなかったらね、小遣い5000円しかなかったら500円以下でやるべきですよ。うん、そしなくなっちゃってもいいでしょ、別に500円だったら。5万円やるんだったら5000円以下、4000円ぐらいでやるしかないですね。それが投資ってやつなんですよ。そこから1億、2億にしていくんですよね。 はい、で、これはですね、えー、FX のドルへのですね、外為 .com さんの板なんだけども、薄いね、薄焼きないですね、うん。今日は日本人は、日本人の個人投資家は取引してないし、まあ、日本の、ね、銀行とか証券会社も取引してないですからね、商社もね。だから今日は方向感、方向性が出ると一気に行っちゃうんだよね。 厨房が入ってないからね。スーって行っちゃうとこが怖いよね。やっぱね。やっぱ上がってきましたね。上がってきましたね。うん、しま、閉めないまではないっていうからね。だから、あやっぱ上がるような気もするなで、これもう5時23分、あ、3時23分だから、もう少しでヨーロッパ時間に入りますからね。欧州時間は上がるんで、必ず。上がって下がるんで。 まあ上がるでしょうね、これね。まあ、トランプさん、トランプ大統領が、米中貿易25%の関税かけるって言ったけど、まあ、実際に実行される可能性は低いからね、そんなんね。またフェイントだろうってってさ、嘘だろうっさ、上がってくると終わりですよね。うん、と言いつつ、やっぱりどっかで下がるんでしょうね、やっぱりこれはね。ペナントフラッグでここまでつかないとね、やっぱね。 ついて上がるなら上がる。で、下がるならブレイクして5年に一度のガチ法ですね。ガチ法っていうのは知ってますガチ法って何かって分かんないよね、すよね。ガチっていうのは本当にっていう意味だね。はい。あの若、日本人の若者の日本語ですね。ガチ、ガチガチっていうのはまあ、本当にとかさ、確かにっていう意味だね。で、ガチ法の法っていうのはホールドとかね。 えー、ホールドガチ,ホガチホールドかな。うん、でまあずっと持ってるよということですね。本当に持ってるよってことでずっと持ってるってことはねガチルって言うんですけど、まあ、ガチルって変な言葉だから使うのやめようか。あの長期保有長期保有ですね。<laughs> あのずっと持ってるだけで億万長者になれるっていうのは何年に1回あるんですよ。 ここもそうでしょだって、ずーっとロングで持ってれば、億万長者だったし、ここだってショートでずっとも何年か持ってれば、億万長者ですよ、あなたは。うん。忘れた頃に億万長者。これもそうで、ずーっとね、ここでずーっと持ってる億万長者。だからここのさ、あのリーマンショックの前のサブプライムショックでね、ずーっとショートで持ってれば、億万長者。ほんで、ここで切り返してまたね、ロングで持ってれば億万長者。 もうここでもう10億ぐらいいってますよね。20億ぐらいかな。まあ、追加でどんどん投資すれば、まあ、100億ぐらいいくよね。で、ここは、ここもいったよね。あと、トランプさんのタイトルになった時も少しいったよね。あとはいかないですね、これは。どっちつかずだからいかないよね。戻ってきちゃうから。レンジだとね。でこ、こでまた下行くのは下でね。そうだなあ,ある程度資産があれば10億ぐらいになるかな。 で、上も上でやっぱり 5, 5億円ぐらいになるかな。ある程度入れればね。2、300万入れればね。はい、ということで、<laughs> 今回はこの辺で終わりにしたいと思いますが、あ、あとあれ見たかったんだな FX トレーダーズ見たかったなどこ行ったかなあれ。えー、っと、ないですね。FX トレーダーズ。これか。 はい、ニューヨークオーダーですね。今いくらだろう。110円75、76、110円75、これですね。だんとに売り。ニューヨークカット、オプションカット、このカバーかはまだ遠いですね。はい、まあ特にね、あのー、うん、売りとか買いとかっていうのも、 あんま多めじゃないしね、ストップロスもあるか、百十0うん。そうだなちょっと上がっていくんじゃないですか、これ。上がっていくと思いますね、これ、今後ね。うん、上がっていくと思いますこれ、下がりはしないでしょうね。上がるでしょうね。これ、まだ埋めるでしょうね。うん、だから、そうですね。 その後、入浴時間どうなるかですね。ただ、今日は、えー、っと、経済指標のカレンダーもですね、今日は何もないんですよね。5月6日ですが、今日は何にもないですね、夜ね。はい。何にもないので、だらたら上がっていくんじゃないですか、これ。だらだら、さらだら上がっていって、ひょっとしたらここの、 111円354までいくかもしれないね。このね、ISM の窓埋めをするためにね。それだけは気をつけないといけないね、やっぱりね。下がるふりをして上がるんだよね、やっぱりね。どうしても。そこだけ気をつけていただければと思います。まあ、これ以上やらない方がいいかもね、これね。どっちかわかんないからね、今ね。方向感出てからやった方がいいと思いますよ。 ニューヨーク、そうだね、ロンドン税が入ってきてからやった方がいいかもしれないですね。はい。それではね、今回これで終わりますが、まあ、ビットコインの方ね、本当にあの今月は ETF 承認の発表がありますから、えー、そしてアメリカのね全米でのビットコインを買えというですね、まあ、あのまあ日本まあ、アメリカ政府からのね、 えー、所得倍増計画と。えー、アメリカ人の所得を倍増させるためにビットコインを買わせてると。でなぜかというと、その ETF 承認がもう間近だからだよと。まあ、ずるいよね、アメリカはいつもね、ずるいですね。ということで <laughs>、僕たち長野研究会もね、とっととビットコイン買ってですね、まあ、10倍ぐらいなんじゃないですか、こ62万がね。うん、620万円になるでしょう。 100万買ったら10倍だから1000万か500万買ったら5000万ですね2000万買ったら2000万200万2000万買ったら2億になるけどねうんまああとはそうだなリップルとかイーサリアムとかいろいろ乗り換えてですね波乗りしながらですねふ、えー、利で増やしていって、えー、5億10億20億ってねしていきたいと思います はい、で毎晩ね、今日もまた10時半ぐらいから、えー、中野研究会のね、えー、ライブをやりますので、どうぞどうぞ見てください。それでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。